私たちの住む地球に降り注ぐ太陽の光、手のひらに受けるとほんのりと暖かさを感じる。この太陽の光を使ってこんな実験をしてみた。窓を黒い膜で覆って暗くして、細長い穴から太陽の光を出す。その光をこういったプリズムに通すと、虹のようにたくさんの色に分かれる。これは光のスペクトルと呼ばれ、太陽の白い光がさまざまな色の光を含んでいることが分かる。こんな実験をしてみた。先端を黒く塗った温度計を並べて虹の光に当て、その温度の変化を見てみる。3分ほど経つと変化が現れてきた。一番上の光が当たっていない温度計は24度、その下の2本は25度。下に行くに従い温度が上がっていき、赤い光が当たった温度計は27度に達している。どうやら光の色によって温める力が違ってくるようだ。だが注目すべきはその下。太陽光が全く当たっていないにもかかわらず、なぜか26度という若干高い数値を示している。一体何が起こっているのか。太陽の光がプリズムを通るとき、波長が短い紫色の光は大きく曲がり、逆に波長が長い赤い光は曲がり方が小さい。光の色、つまり波長によって曲がり方が変わるため、虹色のスペクトルが生まれるのだ。だが太陽光の中には赤外線や紫外線など目には見えない光が多数含まれているはずだ。赤外線は赤い光よりもさらに波長が長い。ということは赤い光よりもさらに下、この辺りに集まっているのではないだろうか。このスペクトルを赤外線カメラで見てみよう。赤い光の端をピンセットで刺すと、さらに下側が輝いて見える。そう、赤外線だ。先ほどの温度計も赤外線カメラで見てみると、光が当たっていない一番下の温度計も明るく見えてくる。温度計に目には見えない赤外線が当たることで温められていたのだ。そこで今度はこんな実験をしてみた。四角い穴を開けたボードを窓際に設置する。机の上には穴を通り抜けた太陽の光が四角く見えている。そしてこの穴を黒いシートで塞いでしまう。光が遮られて暗くなってしまったが、手を差し出してみると何も見えないのにじんわり暖かい。赤外線カメラで覗いてみると四角く明るい部分が見える。赤外線だけが当たっているようだ。実は先ほど穴を塞いだのは単なる黒いシートではなく、光をカットして赤外線だけを通すフィルターだったのだ。手を入れてみよう。あ、影が出ている。これは普段は目には見えない赤外線の影なのか。手も温かい。この赤外線、もしかして普通の光のように虫眼鏡で集めることはできないだろうか。やってみよう。黒い紙を用意して赤外線が当たっていると思われるこの辺りに置いて、手前に虫眼鏡をかざしてみる。そもそもが暖かく感じる赤外線を虫眼鏡で集めるとどうなるか。少し経つと
なんと紙が燃え始めた。太陽から届く電磁波のうち、物を温める作用が特に強いのは赤い光と赤外線だ。目には見えない赤外線でもレンズで集めると紙を燃やすほどの熱を得ることができるのだ。この世界は私たちが見ることができない多くの出来事にあふれている。もしそれらを私たちが感知できた時、新しい世界が生まれる。未来の科学者たちへ。ニムス。